午前10時半ごろ、津市の津中央郵便局から日本郵便の職員が政府の配布する布マスクをバイクに乗せて出発しました。日本郵便によりますと、三重県内では津市を皮切りに県内全域で順次配達を進める予定です。愛知県や岐阜県ではすでに今月14日に配達が始まっていて、政府は今月末までに全国の全世帯への配達完了を目指しているということです。